こんにちは、ナオです。最悪です。頭も痛いし、足ね、これ固めてんの、今タオルで、タオルで固めてます。腰も痛いしね、やばいっす、マジで。はい、ちょっとショート動画あげたんですけど、ふざけてんのかラオって言われたくないんで、ふざけてないっす、マジ痛いっす。湿布、あの医者からもらってきました、湿布ね、湿布ね、もうほんと痛い、マジ歩けない、もう本当に。1日も用事あるけど、行けるかどうか分かんないな。その前にタイソンと打ち合わせあったんだけど、あの、断らさせてもらいました、とりあえず。ちょっともうこんな状態だからちょっと無理ですね、本当に。もう新宿までなんかとは言わず、まあちょっと言えないですけど、もうそこまで行く気力がない。マジできついっすわこれね。あの、ケツからさ足にかけてしびれて、一回ね、足から、腰から足にしびれてきて、で今度腰が良くなったなと思ったら足なんだよね。すごい痛い、マジで。皆さん経験ない？経験ある？これ俺初めてだな、これほんと痛いもん。ケツだよ、初め。ケツ行って、ね、もう歩けなくて、本当に。そう。女の友達に肩、あの、抱えてもらって、医者まで行って、あの、ブロック注射打ったけどさ、あの、効き目ないね。ブロック注射。すぐ、あの、なんつうの、痛みが戻っちゃった。本当にブロック注射打ってもらったけど、初めて打ってもらった俺。いやこれはあかんわ、マジで。で昨日打ったのか。そう昨日打って、で友達泊まって、で帰ってきたんだけど、もう帰りもやばかったね。そう足に来ちゃったから、今度しびれて、すごいじわーっとしびれがさ、下に来て、膝に来て、で膝裏、そこにもう来て、もうピンポイントで来たんだよね。いやー痛い、本当に。歳なのかな、どうも皆さん歳なのかな。俺ね、アブローラーとかもね、やんない方がいいって言われた。ちょっとライザーって、みんなに言われた、仲間なんかにも。そう、あので、あと練習とか格闘技の練習とかもしない方がいいって言われて、仲間に。で昨日仲間のとこ行ったんだけど、やっぱダメで足が。でちょっと我慢して行ったんだけど、やっぱりちょっとダメだっていうことで、ちょっと悪いけどつって帰るわっつって、
そうなんですよね。ほんとこればっかりやね。なんとも言えないね、痛さ。うん、ほんとに歩けないから、ほんとマジで。うん、本当は1日にタイソンと約束があったんだけど、だけどそれもちょっとダメダメで、でもう一個約束があったんだけど、それもダメ。うん、もう行けないってことになって、うん、もうこればっかりはもう無理だね。うん、これ今こう固めてるんですよ、湿布で、上下湿布貼って、で、タオルで、ね、縛ってるんですよね。これじゃないと歩けない、もう。本当に。うん。これでも歩けないかな、ほぼ。うん。ただね、もう頭も痛くなってきてね。ほんで、こう、ヒーピターやってるけど。うん。頭も痛くてね。最悪、本当に。うん、大さんごめんな、ごめんな、うん、ほんとごめん、ほんとダメだからさ、マジで。うん、こんな初めてだわ、こんなになったの、マジで。うん、うつ伏せになってたり四つん這いになってたりすると、足に痛みはないんだけど、そんな格好してられないじゃん。だって、そうでしょ？うん。まあ、そんな感じなんですよ。もう、はい。ラオウは、あれですね。引退っすね。はい。マジで。はい。まあ、やられませんけどね。とりあえず直します。はい。直してからですね。はい。そういう感じです。そういう動画です。どうも、ありがとうございました。明日は車椅子かな。多分。はい。そういうことで。じゃあ、皆さんも気をつけてね。腰痛。足、気をつけてね。じゃあね。